ガッツクで。ガッツクで。つきましょう。でも面白いですね、代表の試合はやっぱり。いや、やっぱ国のセオリー。いや、だから言うてもオールスターやねん、もう。そうですよ。言うてもオールスターやで。やっぱ強化試合で。そらそや、オールスターや。でね、スター選手揃ってるから、応援歌もやっぱりしっかりあるんですよね。分かってるのもあるし。あれけど、やっぱりテレビ放送しとった時あるやんか。はい、あの時はまあまあ、阪神対、関西やったら阪神対全日本もやってたし、はい、オールリックス対全日本もやってたけど、はい、あの阪神の応援のやつもちゃんとどっちも応援しとったな、やっぱり。あ、それはそうだ。阪神手入ってもーいうとき、オールにも入ってもーいうとんな、はい、で僕、オリックスと、うん、ジャパンをやりました見に行ってたんですけど、でその時も最後に、まあ、秋山翔を、はいはい、9回に打って勝ち越して、そのまま勝って最後オリックスの方も頑張れ頑張れ全日本みたいな、なんかこう応援のやり合いもしてたし、その辺もやったんだ。どっちもです、まあまあ、いや、それはもう野球ファンなんでしょうね。まあ野球ファンやけど、ただテレビで思ったのがオリックスと日本代表侍ジャパン、ユニフォーム似てるやん。似てる分かりにくい。どっちかなんか赤にするとか。そうそう、いやでも侍も白のユニフォームあるわけじゃないですか。そうしたやろ、したら一緒やろ。っていうかオリックスなんかもっとあるよ、パジャマみたいな、地球儀みたいな道やな。あのね、よく分かんないか、代表でパジャマ着たらパジャマみたいなやつあるやないか。ほな地球儀のやつあるやないか。いや、それからやっぱ見てる人に対してね、分かりやすい方がええんじゃない。それも思うけどな、ビジターもあんねんからな、あれを。そうしたらええのにね、どうで。でもな、だから普通 の, その球団対ジャパンやってたやんか、うん、でもやっぱりな、サッカーでも一緒にクラブチームって強いやん。じゃあそれは選手揃わないからな。いや、ちゃんとリバウンドする要因もおったりとか、そうそう、だからちゃんとチームとして成り立ったからそれは強いで、言うても阪神なんか、ね、阪神なんか言うてもやな、鼻からメッセンジャー当ててんねんからやな。まあまあ、ええ、岩佐大行ってとかエースクラス当ててんねん。もうエースクラス、ね、最後も外人ばっかり投げさせてるやんけど、向こうまあ慣れさそうと思ってやってんねんやるけど、言うてももうエースやん、エースクラス投げてんねんから、それは勝てんやん。阪神の時はそうなんですけど、僕オリックスの時にあの金子千尋なんで1回で変えたのかなとか。それは金子千尋1回だけ試したかったんや。いや、それはギャラ高いからやん。ギャラ関係ない。今回もし4年前目元が怪我したやん、レフトかなんか守って外野投げて、怪我されたらあかんみたいな、されたらあれやから、一応顔的にね、一応で出しましたよって記録には残るわけやから。チームですよ。あ、でもオリックスからだと平野だけか。平野だけか。でもね、これも僕の意見ですよ、うん、もうもう僕個人的な意見として、はいはい、この間見に行ってて、うん、で、バックネットのね、うん、京セラのバックネットの、もう言うとキャッチャーの後ろの2階席、うん、もう放送席のとこ近いところ、うん、上段席から見てたから、うん、よう見えてたんですよ。そこ見てよう見えてたんですよ。全体見渡せるとこやな。で、思ったんが、オリックス一番誰やったかな、西野やったかな、西野から出た時に、うん、で藤浪先発です。伊藤光がさ、あれ今持っとったの。あれね、不思議でしたね。うん、で西野が一塁に乗って、うん、藤浪が投げてる時に、うん、一塁ランナーのリードがちょっとでかいなと思った、うん、で、1球目、うん、で、うちの子供らに、あ、見てみーって一塁ランナーリードでかいでって言うたら、うん、ピュッと弾られた、うん、で、盗塁じゃないですか、うん、で、何やかんや手入って、次、俊太かなんかがもう一回一塁ランナーに乗って、うん、で、俊太もリードがでかかったんですよ、うん、で見てみ、俊太でかいで言うた瞬間にピュッと走るように、うん、周りのおっちゃんから見たら僕もこれ野球通ですよ、うん、それドミニカのスカウト、スカウト、ドミニカのスカウト、ベネズエラではない。でもね、素人が見て、まあ、上から見てるか下から見てるかのレベルがあるんですよ、ね、あ、通貨か分かりやすいよ、ね、分かりやすいわな、素人が見てでかいでって、リードでかいでって思って走ってるのを、うん、小林であったり藤波であったり、うん、ファーストベース、ファーストアラモンってたから中田翔かな、その辺は気づかんのかいと。ほら、嘘でもサインで牽制球の一球ぐらい投げさしとけよと。それができへんのかと。で、もういろんなことを感じて、ノムさんが言うてたんですけど、小林の構えで片足をついたらストレートなんです。で、両方とも浮かしてる時はフォーク系が来ると。で、やっぱりキャッチャーの心理としてフォーク系は体で止めたりとか、両足浮かすもんやと。その通りなんですよ。ああ、そうなんや。横田テレビでもその通り、やっぱり僕は野球野村さんも言ったけど、キャッチャー目線って好きなんですよ、はいはいはい、ちょっとした動きの違いとかね、例えば相手ピッチャーのこっちでやるくせの人がカーブとかね、そこまで見るらしいんですよ。ああ、まあ、それはでもな、キャッチャーってやっぱり目いってるいうかね、うん、これはもう僕は批判を覚悟で言うんですけど、なんかね、小林を備えに使い切らなあかんのかと。他おらん
銀次郎やろ。銀次郎も来た。まあ銀次郎は言うたら後から入ったからちょっと慣れさすのにちょっとな、まあ、でも受けさすの4人受けたことないピッチャーがおる言うとったから、うん、銀次郎はそれもノムさん曰く、うん、キャッチャーは経験やと。そうや、まあ、もっとほんならええキャッチャーはおったんじゃないのかないうのが思ったんで。でも昔みたいな城島みたいなんとかやな、そう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 、里崎みたいなこれいうのがやっぱりちょっと俺にキャッチャーな。でもちょっとベテラン系のキャッチャーしてるか、うん、島が上がったっていうのがあるんですけど、あと思ったのがショートをね、うん、なんで坂本だけ最後に田中入ってきましたよね、うん、でも侍練習してる時見ててもショートは坂本だけなんですよ、うん、でいや坂本は好き嫌いじゃなく、うん、まあ、坂本でええかも分からへんけど、うん、セカンドショートって怪我する可能性もあるわけじゃないですか、うん、でショートの怪我したら代役いてないですよ、うん、まあ、サードやファーストは、うん、まあ、ちょっと頑張ったら何とか守ってってよく分かるんですけど、セカンドショートって代役いないじゃないですか、うん、そこをずっとショート坂本練習はずっとショートは坂本だけなんです、うん、ほんならなんかね、僕国母さんの高校監督の巨人にわけのわからんトレードもあったりしたでしょ。なんか巨人となんかあるんちゃうかと、勘ぐってしまうような、そんなもんかもしれないですね。何それと、それはちゃんとしようよ、ジャパンとしてちゃんとちょっとしようよっていうのは、それはもうジャパンにはうるさいから、買い物もジャパンしか行けへんからね。うわジャパン長いこと言ったことないなお前ひょっとしたら昔あれがあのドンキホーでよくコンビでやっとった離婚しはったけどあれも社長辞められました。辞めたんだ、もう侍ジャパン、はい、頑張ってください、はい